戸塚カワテーブシリーズ雷鳥9号殺人事件。雷鳥9号殺人事件は西村京太郎の推理小説。1983年に公文社から刊行された。戸塚カ捜査班の4人が大阪での研修を終えた後、雷鳥9号に乗って北陸へ旅行に出かける途中、車内のトイレで銃殺死体が発見された。その直前に西本刑事が グリーン車内で美しい女性が一人の男性と隣の席で会話をしているのを目撃していた。その女性は福井で下車した。西本刑事の証言から殺されたのはその女性と会話をしていた男性であることが判明する。後日、他の乗客の目撃情報により犯人はその女性であることが発覚して逮捕されたが、その女性は取り調べに対して黙秘を続けた。 一方、事件当日の深夜に、鶴ヶ新引田間の線路脇にて、補正員が、ブローニングの自動拳銃を発見した。その後、弁護士と銃の専門家を呼び、この事件をめぐって裁判が行われた。そんな中で、来庁9号での殺人事件から1ヶ月後、金沢市内の空き家で、銃殺死体が発見される。解剖の結果、死亡推定時刻が、 雷鳥9号での殺人が起きた日の朝と判明した。また、銃の専門家の鑑定により、雷鳥9号での殺人と空き家での殺人は、同一拳銃から発砲され、同一拳銃による犯行であるというアリバイが発覚した。とつかたちは、空き家での殺人と雷鳥9号での殺人事件との関連調査を急ぐとともに、拳銃と列車を使った、 アリバイトリックの救命に挑む。西村京太郎トラベルミステリー、大腸9号殺人事件は、テレビ朝日系列の2時間ドラマ、土曜ワイド劇場で1987年2月14日に放送された。主演は、三橋達也。ありがとうございます。